同胞巨人三上、普通に活躍する。巨人三上智也が最高の火消し、8回ピンチで閉殺切り、低めに、丁寧に、それだけでした。2点差に迫られた8回1死2塁から登板。サンタナに四球を与えるも、続くオスナには徹底した外角低め攻めで、見頃の閉殺打に打ち取りピンチを出した。イニング途中でも対右打者での登板を想定し一発がないように低めに、丁寧に、それだけでしたと見事に右殺しの役割を成し遂げた。三上最高や横浜さんありがとう。三上が活躍してるなら嬉しいわ、一番好きな投手だったんや。三上を信じてくれてありがとうな、ワイらも信じられなくなってたんやありがとうな。三上が芸術的など真ん中に吸い込まれるスライダー投げても、許してくれな。三上が勝ちパターンに入れたのは巨人だからだけど、最近は普通に活躍してるからな。三上はルーキーの時に抑えらって知らんうちに壊れた、山崎が出てきたから詳しく知らん。勝ちパじゃなくなってもちゃんと準備できる中継ぎ陣も兄貴や、三島康明を育ててくれたのは三上やと思っとる。三上別に投げてる球一緒じゃね、すぐ打たれそうだけどな。まずストライクを取れるだけで巨人の中継ぎとしては合格やで、あとなんか運を持ってる気がするわ、打たれるんだろうけどまあそれは中継ぎ全員一緒やし。三上はなんだかんだ言って知らないくらいに落ち着く気がしないでもない。三上普通に成績 A は、中川が本調子なっても8回譲らなそう、サンキュー横浜。ご視聴ありがとうございました。スポーツの話題を取り上げています。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。